皆さんこんにちは。2017年一次試験1ヶ月前の過ごし方についてのガイダンスを行いたいと思います。え私レック専任講師金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、今回はですね、あのまあ1ヶ月前とお目打ってますけども、あのまあ1ヶ月前切ってる方もいらっしゃると思いますし、まああのー、本番がですね8月の5日6日ありますよね。 8月5日6日をゴールとした時にじゃあ逆算してあと何日ぐらいあるかどうかですねまずそこを考えた上で何をすべきなのかっていうお話をまあコンパクトにお伝えしていきたいと思います。でまああのそれこそこうせっかくの貴重な勉強時間を削ってご覧いただいているわけですからなるべくねあの長くならないようにまあまあコンパクトにいきます。で あの先ほど言ったようにもうゴーールイメージですね8月5日6日に、えー、合格点を取るためにじゃあ残り1か月、まあ、何をすべきかと、まあ、よく言われますけれども今回は過ごし方という意味で私はですねあの何をすべきかというよりも今皆さんに必要なのは何をやらないのかということですね。いいですか何をすべきかというとあれもしなきゃこれもしなきゃってことでうわ間に合わない大変だって。 なっちゃいがちなんですがもうあの1か月切ってますのでその意味からいくともうできることは限られてます。でましてや6割を取れればいい試験ですからですから100点を目指す必要はないわけですよね。だとしたらパーフェクトに全部やる必要はなくて少なくとも合格点を取るために何をすべきなのかで何をしないのかという意思決定が必要になってきます。そこでまあ皆さんに あのこれ実際に生講義なんかではです、ね、こういった形であの受験科目とか目標の得点とかです、ねえー、達成度とか、まあ、やってもらったんですけども、まあ、皆さんもこの特にこの3番ですね目標得点例えば企業経理論運営管理財務会計といったこの2次に直結する3科目と、えー、経済情報法務中小といった 周辺科目それぞれどんな特典目標を掲げているのかっていうのとそれからですね5番ですねつまりまあ8月4日金曜日までえ残り時間まあ残り日数ね平日と休日の日数とあとは平均の学習時間とまあ大体平均日えと平日の場合1時間休日の場合10時間ぐらい。 に設定まあ、10時間っていってもね、えー、なかなか難しいかもしれませんがでこれで計算しても多分もう、えー、100時間は余裕で切ってますよねなので残された時間限りがありますので,でその上でこのトータルを出したらここのねトータル時間出したらあとはそれをどの科目に何時間ぐらい配分するのかと。 いう,ようなところをですねちょっとまああのこのご覧いただいた後で結構なので終わった後にですねちょっとだけあの時間割いて計画立ててみてくださいまずゴールに対して現状のこのギャップねこの部分の計画が必要になりますのでざっくりとじゃあ何何時間ぐらい勉強できるのかとまず定量的に、えー、ね厳しめに見積もってくださいねだからあんまり多めにやるとあ結構時間あるってなっちゃいますのでシビアに。 時間をシビアにして、見積もるということです。で、科目ごとに、じゃ、何を最低限やるべきなのかはトゥードゥ。ですが、私が今日お話ししたいのは。そのやるというよりも、もう、あの、やらないことを決めることです。で、そのために、この資料ではですね。あの、経済学から中小企業経営政策までの7科目の。あの、試験要項に載っている試験範囲ですね。 試験範囲がガーッと書かれておりますですので、まあ、一度この試験範囲に一通りですね自分が受ける科目をバーッとあこんなことが試験範囲なんだとまあほとんどわかると思います。ただ中にはちょっとここ苦手だなとかねあこの単語は実は知らなかったとか、まあ、知らない単語は多分出てこないと思いますけれども結構あの運営管理あたりで単語が出てきてますのでね うん、知らないとか不安だなってところをちょっとチェックをこれチェックができるチェックリスト形式になってるのでこんな形でねだからなんか不安だなと苦手だなというところをこうチェックをガッとやってみてくださいでそれやった上でじゃあここは、えー、試験に絶対出るとかもしくは品質あの過去問をやってればねわかると思いますけれども品質論点であれば絶対やらなきゃいけないしそんなに出ないのであればもう捨てると。 いいいうう形であの、まあ、意思決定にに使っっててくださいよという資料になってますで具体的なそのじゃあもうやるべきことやらないことが決まったらですね今度は学習計画ですねだから8月の5日6日が本試験、まあ、当日なわけです。ということはここから逆算するわけですね。 つまり八月四日三日二日一日七月三十一ここまでが、えー、っ月火水木金というこの一週間になってますそうなってきたときに八月四日は当然一日目の科目ですよね八月五日に行われる四科目一日目科目の 総ざらいをすするはずですそうなってきた場合じゃあ3日の木曜日については2日目の3科目、えー、情報とフォームと中小の総復習をするはずなんですね。だここはもうざっと総まとめ総復習ですね。もう細かいことじゃなくてざーっと目を通す的な勉強になると思います。じゃあ その手前の8月1日、2日、7月31日この月火、水はどうするべきかというとですねあの、まあ、財務を受ける人ね、私はここ3日間についてはですね、えー、まず、財務は必ず毎日やっていただきたいんですね。えー、15からら分ぐらい 1日、まあ、23問で結構なので必ず数字に触れるということで財務をベースにそれ以外のこの余った時間で何をするのかっていうのは当然皆さんの科目によっても変わりますけれども基本的にはここはもう暗記科目でちょうどこの試験の2日3日前ということで 短期記憶を、ね、意識してもうと,とにかく2日3日覚えておけばいいんだと集中して短期的に覚えておくべきことをここでやるといったようなイメージですかねだから本当に追い込み的な感じですはいこんな形でまず最後の、ね、5日間直前超直前の5日間のが決まりましたよとじゃあもうこれ以前のね7月の、えー、その前の週 今度は週ごとにまあそうですねこんな感じでよいしょ例えば、えー、と7月の24から30の週と7月17から、えー、23の週かなでそれ以前の週ということでまあ1週間前2週間前ということで週ごとにじゃ何をするのかっていうふうにもうざっくり計画をもう今これ見終わったらすぐ立てちゃってくださいね。 でここはもう皆さんがどれぐらい残ってるかによって変わってきますのでまああのゴールだけはねここは変わらないのでしっかりと何をして何を捨てるのかっていうのを意識してくださいで具体的な勉強の仕方なんですけれどもあのもうここでやるのはほとんどが過去問ですね過去,問過去問を中心にやることです で過去問をどうやるのかっていうといちいち解いたりとかしないだから正解の正しい選択肢正解肢というか丸「丸正しいことが書かれている選択肢を中心にととと流し読みすするということです、まあ、例えば企業経理論とか運営管理であれば正しいと言われるね「丸の選択肢だけを目でガーッと追っていく解かなくていいんです。 とにかく正しいで頭の中を正ししいい理論ででで満たしていくようなイメージですね、はい、で何度ももう実はそれやってると読んでるって方はじゃあ罰のついたせ選択肢間違ってる選択肢をまあ正しく変えていくっていうのをガーッとそっちの方が時間かかりますからね。なので一番手っ取り早いのは「丸の選択肢をとにかくガーッと何度も読んじゃうということです。で頭の中が正しい理論で満たされていくようなイメージですよね。 はい、そこをちょっと意識的に、えー、やってみてください。であとはあのー当連とか模試えー、まあその都度その都度復習できてればいいんですけれども大体まあ「当練」とか「模試っていうのは本試験よりもちょっと、ね、例えば、まあ、レックのファイナル「模試なんかもそうですがちょっと難しく作ってたりもします。だからあんまり「模試なんかにこだわりすぎない方がね、あのー、いいと思います。 ででですので、まあ、基本過去問ででもし余力があれば模試で間違えたところとかね知らなかったところなんかを、まあ、しっかりとまあ暗記に持っていくとか、まあ、そういうふうにすればいいんですがあくまでもう勉強は本当にもうそれだけあの慌ててもしょうがないのでもう過去問を粛々とやるということでそれ以外の部分であのできることっていうと やっぱりあの受験票が皆さん手元に届くと思うんですけれどもえ特にあの東京とかねえ大阪あたりですとあの会場が複数あったりしますよねですからその試験会場のまあ下見をねえぜひやってくださいとただしわざわざそこまで行くのは大変だという方今便利ですよね。Google マップででで本当にストトリーービューで見れますので あのその試験会場の最寄りの駅から会場までの道をねちょっとストリートビューで見てみるとか、はい、そうするとあここにコンビニがあるんだなとかねあのそういった状況とかも分かりますしあとは8月5日6日は土日ですから交通機関ののダイヤが土日でですよねなので平日とは違うのでよく知っている駅とかあー路線であっても土日ダイヤなのでそこを気をつけてみるとかね。 あとはもうそういったもう事前の心構えとか準備ですですから、まあ、あの徐々に徐々に気持ちはね高まっていくと思いますけれどもあの本当に大事なのは本番でもいつも通りの、ね、実力普段通りの実力が出せるように誰しも緊張しますよ。緊張するんだけれどもでも平常心でいつもと同じことをできた人が勝ちます。 ですから、本当にあの試験の日だけね、例えばおろしたての消しゴムとかね、新しいペンとか、そのことしないでくださいね。いつも通りですいつもの延長線上に8月5日6日があるんですですすから、いつもと違うことはしない。ふ、ねえー、普段朝ごはん食べない人が慌ててね、その日だけ朝ごはん食べたら逆にお腹壊したりとかね、そういうことありますので、普段通り、いつもと違うことはしない。 そういった形で、まあ、今お腹壊すって話しましたけどそれこそこの8月の、まあ、7月後半この1週間は生もの食べないとかねいや本当そうですよお刺身私お刺身とか食べないようにしました生もの食べずちゃんと火を通したものだけとかねでもう体壊さないようにう最後はねとか、まあ、そういったところも勉強だけじゃなくて体調管理もねあの試験対策ということで気をつけていただければと思います。 まあ、とはいえ過去問だけでやっぱり心配だよという方のために最後にですね、まあ、あのレックとして皆さんにご用意したまあ講座をいくつかご紹介しますで、まあ、1科目ですね5時間ここにあるようにね、えー、たった5時間では一時、えー、科目ごとに総まとめできる講座がございます。 まあ、あの生講義とあと、えー、通信もございますのであの関東圏で通える方はぜひ生講義でで、えーまあ、ちょっと通えないって方はぜひ通信でですね DVD、まあ、とかあございますので WebDVD であの視聴いただいて、まあ、わずか5時間で総ざらいできます、まあ、こちらで、えー、総ざらいするであったりだとかあとはですね、まあ、あの毎年公表いただいておりますこの一時山手て講座それから 過去問5年分について特にその中から重要なものをレック講師陣がですねあのセレクトいたしました過去問セレクト講座みたいなものもございますなのでこちらなんかも是非詳細はですねウェブ等でご覧いただければと思いますのでこの辺りを使ってくださいまたですねあのまあ私事で恐縮なんですけどもあのこれ関東の方 新宿エルタワーで,で同時中継で札幌からですねあの長崎まであの同時中継やります7月の29日土曜日ですねあの7月の最後の土曜日ですその日にあの、まあ、出題テーマ予想ということでレックの各科目担当からですね予想されたものをもとに、まあ、皆さんに情報提供とともに決議会ということで、まあ、本試験当日の注意事項とかね えー、頑張ろうみたいな、まあ、そういったようなところをちょっとね軽く1時間弱ぐらいでやろうかなと思いますので是非皆さんあのお時間のある方、えー、顔を出してくださいまたあの各本校にですねあの足を運びいただければと思います。 まあそれ以外にもあのいろんな道場とかね講座とかもありますのでそのあたりについてはまあウェブなんかをねまあ大庭先生の財務運営のファイナルチェックとか小松さんの中小チェックとかねこういったものもございますのであのいろいろレックは皆さんのねあの使いやすいコンテンツありますのでぜひぜひご利用いただいてでもうサクッと8月5日6日ですねクリアして。 で早く二次試験の世界に、えー、飛び込んできてくださいあの二次試験の世界で待ってますのでねあの二次試験の方がはるかに楽しいです勉強は。ですから、えー、ぜひ今年ね合格するためにも8月5日6日サクッと合格して早く二次の勉強を始められるように。はい で、8月から9月、10月にかけて一緒に2時をね、勉強していきましょうね。はい。というわけで、残りの日々、1時に向けて全力で頑張ってきてください。では、これをもちまして、1ヶ月前の過ごし方、ガイダンス講義は終わりたいと思います。2時で待ってます。